霧があんな風に発生するかな。そうだよね、変なの。不足？ねえ、本当に体調悪そうだよ。寝つき悪い方だったっけ？スケちゃんが頼みの綱なのに。でもさっき、最近はずっとそうだって。心配だね。あ、京介、しっかりして。兄ちゃん、諦めないで。エマちゃん、
介くん、なんか復活したみたいだね。だって昨日の朝は死にそうな顔してたから。そうかな。なんかいいことでもあったんじゃないの？そうなんだ。イエーイ。ほらね、ひろっち、あたしの言った通りだったでしょ。じゃあこれで今日のお昼はひろっちのおごりだからね。うん、京介ちゃんが隠すかどうかっていう賭け、あたしは隠す方に賭けたの。だからちゃん、もう教えてくれたんだってば。あれ、行っちゃいけなかった？早くご飯食べてよ、お兄ちゃん。していたら眠れなくなっちゃった。布団に入ってなかなか眠れないなんてあんまり経験したことなかったんだけど。うん、二人でどこに遊びに行くか。悩んでるってわけでもないと思うんだけどね。ただいろいろあって迷っちゃうでしょ。あれはどうかな、これはどうかななんて思い浮かべて考えること自体が楽しくて、それで寝つけなくなっちゃった。考えないとダメだよ。じゃあ行ってきます。迎えに来てね。京介、時間には結構正確な方だもんね。
たせ。雑誌見ちゃった。というか捨ててあるみたいだから持ってきちゃったんだけど、だって気になったんだもん。キスってどういうものなのかな。それにもそんな風に書いてあったし、当たり前だよ。そっか、そうだよね。
から経験積んでいけばいいよね、二人で。ねえ、キョウスケ、ちょっと聞いてもいいかな。